今日は眠いんですかね。かわいいね。いいね。森田さん、回ってるみたいです。回ってるよ。なんであいつに注意されるの。よりによってなんであいつなんで来たんや、またマジで、おいおいおい、懲りずに来てるぞあいつ、マジかよおい。猫ちゃんはいいですね。何のことかにゃ。しんどいなこの番組、四方八方見とかなあかんな。えなこ森田の猫しか勝たん。この番組は猫ブームに乗っかった業界初の猫特化型バラエティ。さらば青春の光森田と日本を代表する人気コスプレイヤーえなこが猫に特化した企画に挑戦。猫様のお力を借りてどうにかバズらせようという番組だね。さらにそしてこの番組は地上波だけでなくファンとクリエイターをつなぐサブスクリプション型ファンクラブプラットフォームミーグラム、そして YouTube と連動。 YouTube は地上波と同時配信、ミーグラムは地上波や YouTube で流せなかった映像を会員限定で配信してます。最後ブリッコすんの何それ。なあ毎回毎回会員になってほしくて。会員になってほしいですよね。そしてもちろん今回もジンネコもいるや。レギュラージンネコ宮本咲ちゃん、篠崎心ちゃんに加え2回目の登場なのが、来世は猫になりたい焼きお姉さんセリナです。セリナちゃんはなんかちょっとうさんくささが。うさんくさいですか。家では飼ってないんですよね。家では飼ってない、実家では飼ってる。実家で飼ってます。来世は猫になりたい。猫になりたいですね。ビジネスですか、どうですか。もうここのそっちからはもうビジネスの匂いしかしないんですよね。あの俺が言うのもなんですけどね。次誰ですか。はい、童顔高身長、今日は花粉と猫 の, あのアレルギーダブルパンチでやってきております。よろしくお願いします。太田さくらです。太田はお久しぶりです。お久しぶりやな。もう二度と会わんと思ってたけどな。ひどいですよ。までチェックして、そしたらあの YouTube のコメント欄に森田さんのなんかあの猫耳の付け方がおかしいってなんか何人か書いてて、耳の後ろにやると多分。待て、太田はお前がいじるな。なんでよ、お前だけにはいじられたないの。ダメなんです。当たり前よ。今回も波乱の予感にゃ。猫しか勝たんにゃ。さあじゃあ早速いきましょうか。猫かわいい動画を撮ろうチャレンジ。さあ今回はどんな動画でしょう。また来たよ、ウリ坊が。ウリ坊が、あ、ウリ坊が大丈夫、尻尾持って。クリはもう微動だにせんからな。うん、あ、いや、あ、あ、大丈夫なんこれ。クリもうちょい反応せえよ。早くも可愛い動画が撮れたところで、今回のチャレンジ動画がこちらや。うわー可愛いね。あ、そういうことね。あ、いいね。あ、すごいね。いいね。寝てても起こさないんですね。はい、もう見守ってるんですよ。うんうんうん。これでどうすんの？はい、まずはですね、今回は私があやしてもらうので、うん、森田さんに撮影をお願いしたいと思います。あやしてもらうっていうのはどういうこと、誰にですか。どうやって、何を言ってんのずっと。あやしてもらうって何。あの赤ちゃんに私がなって、うん、猫様にこう癒していただこうかなと。おうおう、まあまあやれるもんならやってみてよ。、うん、この後猫様と赤ちゃんにのこの最強ツーショットにスタジオ悶絶。赤ちゃんだよ、赤ちゃんだね。いやいや、あの、えなこやわ。そして、放送に入りきらなかった映像はミニグラムで配信。未公開カットが満載、ぜひチェックしてにゃ。
猫しか勝たんにゃん。えなこが赤ちゃんになって猫様とツーショット撮影にゃん。喜びそうな界隈はありそうですけどね。これはちょっと聞いてなかったです。これはねびっくりです今。赤ちゃんえなこをねこれで寝るんですよね。これで寝るんでしょ、はい、あなたがやりたいって言い出したんですよ何をやるってなったら急に照れてんすそれでは赤ちゃんえなこで撮影開始にゃ。うりちゃんちょっとえなこさんあやしてあげて。はい、あでもすごいおとなしい、うん、あいいね。どこにどこに乗せる、どうする、赤ちゃんだって、うん、はい、うん、あそうして、うん、あそりゃそうなるよね。あれ、うんうんうん、おかしい。あそこで落ち着いたからえなこさんあそこ寝てもらってもうこっちが移動するしかないわ。今度はソファーに座って撮影してみるにゃ。あ赤ちゃんだよ赤ちゃんだよ、はい赤ちゃんだよ、優しくして、はいはい赤ちゃんだよ、赤ちゃんだね、赤ちゃんだ。いやいやあのえなこやわいいんじゃない、でも単純に可愛いわ、うん、いいんじゃないですか、うん、これはこれでいいわ、うん、最強ツーショットいただいたにゃ。猫しか勝たんにゃ。さあ続いては下僕川柳。このコーナーでは猫様を挨拶にはいられない飼い主の愛しを歌った川柳を紹介するにゃ。作品が読まれた方には番組特製クリアファイルをあげるにゃ。それではまずはココロンさんの一句、行ってくる猫の返事猫ジャンプ。あ結構珍しくないですか。私も見たことないですね。うんうんうん、ああいうのであやしてたらな、ジャンプはあるけど、それ動画送ってほしいよね。見てみたい。 バズらしたいよね、単純にね。いいですね。そして続いてはボボボーさんの一句、はい、餌付けして食べてくれるが撫でられない。ほー、撫でようと思ったら、うん、向こうピャーっていくっていう、なかなか、もう猫のもう本来の、うん、やつってことで、確かにね、野良猫とかもそうやもんな。そうですね、うん、警戒心が強いですからね。強いからね、おー、はいはいはい、おーとかもうるさいからお前違うみたい、おい無理やり喋ろうとすなよなあ。なるほどです。歳はあいつ歳やろさすがに。二人のバチバチはさておき、今回紹介した二人には番組特製クリアファイルをプレゼントするにゃ。それでは人猫たちも下僕川柳にチャレンジにゃ。誰が行きますか。はい、はい、セリナちゃん。餌くれとねだっておいて残す猫。あーわかるよ。結局やっぱ猫って飽き性やから、その餌めちゃくちゃ飽きるっていうのはあるんじゃない。 ありますね、うん、入れたらさこれじゃないみたいな顔でさどっか行く時あるよね。そうなんです。そうその時になんかクソってなんねんけどな。餌変えるとまた来るんですよね。そう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 。あいいね、うん、あいいですね。ちょっと見直したよセリナちゃん。ああじゃあ篠崎さん、はい、はい、お願いします。させていただきます。にゃーと鳴くその声だけで薄くわかる。おお、はい、にゃーっていうのにも種類あるじゃないですか。ご飯くれのにゃーとか、あー遊んでほしいのにゃーとか、その声だけで、まあ、大体もう長く一緒にいればどれかなっていうのがすぐ分かるっていう。あそうなんや、はい、確かにあの餌欲しい時のにゃーとちょっと構ってほしい時のあのまあ、ね、絡んでくるにゃーって全然違うじゃないですか。確かにね、猫飼いなら結構あるあるじゃないですか。あるあると思います。いいですね、これはあるあるっすね、確かにね、うん、はい、さあ宮本さんいけます。はい、いけます、はい。寒くなり鍋をしたいが猫様が。おどういうことですか。これは、うん、あの最近寒くなったので、うん、お鍋をしたいなと思って、うん、あのお鍋をなんか出しといたら、うん、あの猫様が入っていて、でちょっと、うん、あじゃあ浅めのフライパンみたいなやつでお鍋を。いや溶けたらええやん、さすがに溶けようやそれは。でもすごいヒットして入ってたから、うん、なんかこうか、ね、ごとちょっと違うところに。そのままコンロには乗せなかったそれ大丈夫ね。でももう最初にコンロに乗せた状態だったから危ない、そう危なかったです。でもいいですね、可愛いよね猫鍋はね。今日は以上でございます。はい、ちょっとしっかり書いてますから猫しか勝たんことないっていう番組でやってください本当に今回は
今日も終わりですけども、えなこさんどうでしたか？いや今日はあの猫の動画に私もがっつり絡ませていただけて、あやしていただけて超幸せでした、うん、もうただただえなこと猫やったから、いやマジであれはもうあやしてましたよ、うん、あやしてないよ何も。まあまあ今後もねバズるやつはあれはあれで多分バズるんで、はい、はい、やっていきましょう。さあ引き続き投稿も募集してますので皆さんご応募お待ちしておりますということで、また次回お会いしましょう。せーの、さようなら。太田はもう二度と来ないで。やだ